おはよう。あれ、日和お姉ちゃんは？え、そうなの？何、お兄ちゃん。ううん、何でもないよ。さあ、頑張っていこうかな。そうだね。テストも最後だね。うん、そうだね。そうだね。お兄ちゃん。うん、そうだね。それじゃあまたね。Thank you.
そう言われると照れちゃうよ。うん、そうだね。あ、ひよりお姉ちゃん。あ、ゆきちゃん。この番組って面白いね。お兄ちゃん好きそうな番組だもんね。見逃せないもんね。お兄ちゃん、電話だよ。もしもし？大した用事でもないけど。どんな電話だったの？でも楽しそうだったよ。うん。ごめんね。そっか、明日は遊びに来るんだね。楽しみだね、お兄ちゃん。またそんなこと言って。あ、私もう寝るね。おやすみなさい、お兄ちゃん。Thank you.
兄ちゃん。お兄ちゃん、おはよ。あ、さっき電話があったの。日和お姉ちゃんだよ。もうすぐ来ると思うよ。あ、日和お姉ちゃんだね。こんにちは。お兄ちゃん、お土産もらったんだよ。へへ。ケーキだよ。へへ、私が食べたかったりして。なんかわかるな。そうでしょ。それじゃ早速開けさせてもらうね。うん、どうぞ。何が？私が食べたかったんだよ。うんうん、いいよ。お待ちどうさま。待ってたよ。それじゃ、いただきます。うん、どうぞ。わ、わわわ、どうしたの？そうだね。私は先生に用事を頼まれちゃったよ。
私も委員会とかあるみたい。明日はどうなるのかな。